突然ですがご相談があります。 YouTuber たち皆さん、ご報告動画やってます。私はご報告ではありません、ご相談です。このクリニックはですね、2020年の8月にですね、一生懸命ですね、もうなんとかこの混沌とした世の中でもう全力を尽くしてですね、開業させていただいて、本当にですね、幸いなことにこの1年間無事過ごすことができました。ありがとうございます。そこでですね、本当に皆さんのおかげですよ。皆さんのチャンネル登録者さんのおかげで、今度この1年間ですね、無事過ごすことができたわけで、それをですね、なんとかして皆さんにこう還元しなくちゃいけない。何か皆さんにですね、この感謝をですね、またですね、こう、皆さんの方にこうですね、還元するということですね、もう私やらなくちゃいけない。で、そういった気持ちでいます。で、そこでですね、何をすれば皆さんにですね、こう感謝をですね、またこう還元できるかっていうところをですね、考えたときに、私ができるのはですね、やはり、無料最終身長予測。そこではないかというふうに考えてるんですけども、いかがでしょうか。ですがですね、最後に無料最終身長予測をやったのが2020年の10月になりますので、もうかなり時間が空いています。もしかしたらもう需要がないのかもしれない。無料最終身長予測、もうそんなの古い古い。もう全然必要ない。最近もですね、実はコミュニティの方で無料最終身長予測やってほしいですかみたいですね。アンケート取ったんですけども、意外とコメント欄が出なかったんですね。ってことは、もうもしかしたら需要がないのでしょうか。どうでしょうかね。ただし、もしですね、この動画を通して皆さんがやはり無料最終身長予測ですね、会員1周年ということですね、もしやってほしいという声があれば、私ですね、全身全霊でですね、やりたいと思います。もう過去のですね、もう無料最終身長予測、なぜ10月でやめてしまったか、その理由はたった一つです。もう私がめちゃくちゃ疲れるから。もう本当にそれだけなんですね。もう一人一人のデータをですね、こう細かく見て、それをどんどんバーっとね、やるっていうね、もうなかなかのですね、地獄ですよ。なのでちょっと今はですね、申し訳ないですけど、なかなかですよ、やっぱり診療優先ということでやってたんですけども、今やはりですね、会員1周年ということで、もうこれは節目です。もう私もですね、自分のですね、すべてを削って、全身全霊でですね、やっぱり皆さんに還元しなくちゃいけない。そう思っていますので、もし無料最終身長予測が、まあ過去のようにですね、皆さんにとって需要があるのであれば、もちろんですよ、過去に10月でやっていただいた人はもう一度応募してください。もう一度応募していただければ、前回の予測と今回の予測がどうなってるかまた見てですね、修正しながら目標の最終身長をですね、またチャレンジしていくっていういいきっかけになると思います。そういった意味だと、すごく需要があるのではないかというふうに思っているんですけども、いかがでしょうか。もしですね、逆にあまり需要がないのであれば、今回の会員1周年キャンペーンはなしにして、さらーっとまたですね、普通の新潮先生の動画に戻っていきたいんですけど、いかがでしょうか。そこでですね、皆さんにぜひそうですね、需要があるかを教えていただきたい。ということで、もしですね、またですね、無料最終身長予測ですね、皆さんのですね、コメント、過去の身長のデータをですね、コメント欄、まあ、今回 LINE を使ってやろうかなと思ってるんですけども、それをですね、もし希望がある方がですね、もしいらっしゃいましたら、ぜひにコメント欄の方に記載してください。そのコメント欄がですね、10件、50件、100件、そして200件、300件とですね、集まったら、全身全霊で無料最終身長予測、会員1周年バージョンをやりたいと思います。皆さんのコメントお待ちしております。皆さんの無料最終身長予測やってというね、その声300件いただければ全身全霊で無料最終身長予測またやります。コメントお待ちしております。身長ビヨン。